ちょっと今日、地球が楽へ。バイルリスポンビーグあれな、下に送ってあげようか。天才かも。これからですよ、私のゲーム人生って。それ潰すことはやめてもらっていいですか、ね、ごめんね。よし。大会にせよ。誰が日本語を教えてるんだろう。モンド3人にですか。そう。誰なんすかね、おじいさんとかなのかな、なんか CRJ の韓国の方たちはみんな日本語うまいなと思ってたもん。上手ですよね。ね、羨ましい。ラツさんとかは確かアニメとかで覚えたって言ってたけど。へえ。アニメってそんなにうまくなるんですね。私が初めて覚えた日本語の単語はふんどしだからね。ふんどし。そう、その時日本語全く分かんなくて、ふんどしは何ですか、食べ物ですかって聞いてたらめっちゃ笑われてた。すごいですね、なかなかにないですけどね。そうなんです。ふんどしから入る日本語。そう、ふんどし、ん？って。ふんどしって何ですか。なんか美味しそうじゃん、なんか音だけだと。あー、ふんど、あ、それパンツなんだねと思って。そうっすね、履くものっすね。使うことないけどな、ふんどしなんて。ふんどしないっすね、日本にいてもあんまりないっすね。へえ、そうなんだ。もう昔はよく使われてて今は使わないみたいな感じなんですか。いや、昔から言わないよ。あんま言わないですね。年に一回言うかどうかな。江戸とかの時代とかだとどうなんですかね。ふんどしなんですかね。まあ確かに。モストポピュラーなパンツだから。モストポピュラーって何ですか。え？メジャー。メジャー？メジャー。あ、パンツの一つの種類？え？いや、すげえ。一番昔はみんな使ってたってこと。あ、あ、そう、あ、今はふんどし履く人いない。あ、ごめんなさい。あ、はいはい、一番ポピュラー。あ、オッケーオッケー、もう分かった。なんか一番ポピュラーって何ですかと思ってた。英語だね、英語混ざってきたね。分かりました。なんか一瞬ちょっと混ぜちゃったわ。混ぜちゃったわ。俺もバイリンガルだからさ。でも俺の地元で、はい、ふんどし裸祭りっていうのがあって、裸のおっさんたちが街中を走り回るんだよ。もう愛知県で、すごい、もう各地から何にもないんだけど、俺は、俺の地元。ただその時だけは愛知県から、もう各方面からめちゃくちゃ人が来て、すげえでかい祭りがあるんだよね。それで裸の人たちがふんどし一丁で走り回るから、まあうちでは使うかもしれん。ふんどし。まあふんどし来たことあるんですか。いや、俺はやったことない。でも15歳ぐらいからやれるから、たまにやってる子とかいたよ。同級生で。裸男として参戦する。そんなのってやるんだ。そう、楽しそう。いや、結構危ないけどね。危ない。うん、事故とか多い。え、結構激しめな感じなんですか、祭り自体が。めちゃくちゃ激しい。ドスコイドスコイみたいな感じですか。いや、もう数百人、もう数百人の男たちが密集して、その一人いて、なんだろう、裸男ってなんだっけな、神男みたいな、神様が一人いて、その選ばれるんだよ、神様が一人。その人に触ったら願いが叶うって言われてて、数百人の男たちがその人を触ろうって言うんだよね。だから、とんでもない。群がるんですね。そう。やばい。じゃあ、あの人絶対もうあっちこっち怪我なるんじゃん。いや、もうやばいね。普通にやばい。いや、本当にあんま戦いたくないな。怖え。大丈夫ですか、なんか発作出てますか今。あ、いや、ごめん、ラグったわ。ラグったわ。現実もラグったわ。現実もラグったわ。ちょっと今日、地球がラグい。しょうがない、これ。地球がラグってる。そういう日もありますね。今日はちょっとラグいね。あとは俺、エネ角があれば白でも何でもボって感じです。あ、エネ角ね、さっきね、ここにあったわ、多分。あ、オッケーです、ありがとうございます。やべ、さっきラグい。あ、やばい、現実は今日の地球はラグいぜ。さっきラグいぞ、これ。
丈夫だ。あ、このスキンちょっと目立つな、傍から見て。なんかすごいですね、そのスキン。とりあえず打とうかなってなっちゃうかも。やめようかな。いや、私一番好きなのはそのサングラスのやつ。ああ。あれなんかね、地味にわかんないんですよ。地味に。果てだけど。え、見づらいってこと？なんか見づらい気がする。ガンシールドは貼らない限り、なんか暗くてわかんない。やろうかな。俺もあのスキン結構好きなような。なんか被ってるかなと思って。みんな使ってそうだからやめたんだけど。みんな使ってない。もうみんな使ってないよね。もう飽きられてる、このスキン。俺、あれにしようかな。かぶったらなんか気持ち複雑だよね、うん、だってさっき鎌田くさんとあのかぶってるから、ちょっと私バナー変えようかなと思ったもん。いいじゃん。かぶってよ。でもなんか複雑なんですよ。なんか鎌田くさんとかぶりたくないと。違う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 。ちょっとそういうことはやめて。ちょっとこれからですよ、私のゲーム人生って。それ潰すことはやめてもらっていいですか、ね、ごめんね、ごめんね。いや、分からんから、俺もこの鎧着てるやつめっちゃ多いからさ、やめようかなと思ったわ。さっきのラウンドだけで3人ぐらいいたよ、俺抜いて。まだ真下誰かいる。すごいキャラコンだな。あっ、マービンダウン。ナイス、マービン。マービンやりに来たよ。おっし、やったわ。行って、やばいっすね、ちょっと挟まれ方。了解。やばしまった、リフト仲間撃つんじゃなかった。うわ、前出ます。はい、多分挟まれてると思う。あ、行くわ。車線がやばい。ジブられたらこれ100入ると思う。やれやれ、ジブやれる、ジブやれる。ジブとりあえずカッキル持ってった。ナイス。ホライズも終わってる。ホライズも大丈夫。ナイス、カッキル潰しに行こうとしてたパーティーですね。了解っす。モバイルリスポンビッグあるな、下に送ってあげようか。渋原さん起こしたいだろう。上から落としてあげようか。間にちょっと遠いところに落としてですね、無理をさせる。この辺に落としとくっていう。あ、車落ちてる。車持ってこようかな。了解。はい、もちろん俺持ってきましょうか。アイが。あ、じゃあ俺リフト出すんで。アイがいいっす。俺持ってくんで。これ止まった状態が多分やってまいでやばいよね。どうなるんだろう。真下？お、ナイス。いたー。なんで？ちょっと待って待って。もう一回もう一回。あー、もうないこれ。うわあ、ないこれ。当たると弾かれるわ。あれ？たぶん。行きます。はいはいはい。ちょっと透明大丈夫です多分。オーケーです。ここで行きます。しかもいいじゃんこれ。おお、熱い。いいねいいね。ここに隠しておけばもう俺らのもんですね、完全に。逆にさ、ね、あっちでやりだしたらこれに乗ってレブで行くこともできるよ。あ、確かに。やろうと思えば一瞬で一瞬できるよね。ありでしょこれ、上に置いとくの。車レブやばいな。天才かも。車レブはヤンキーだな、あいつら。盛り上がりそう、車レブ決めたら。当日めっちゃ盛り上がりそう。やってみてー。車レブ。